リチャード・サンダース・ロジャーズリチャード・サンダース・ロジャーズは、オーストラリアの医師、ランの研究家である。ランの研究家としては、80種のオーストラリアのラン、3種のニュージーランドのラン、30種のニューギニアのランを記載し、3つの新しい族を建てた。アデレードに生まれた。1881年に、アデレード大学を卒業し、プリムス・アルフレッドカレッジで教えた後、奨学金を得て、 エディンバラ大学に留学し、医学を学び修士号を得た。開業医として働き、1897年から王立アデレード病院の顧問医師を務め、第一次世界大戦中はアデレードの軍の病院で軍医将校として働いた。南オーストラリアの医療委員会のメンバーなどの公職も務め、アデレード大学で法医学の講義を行うなど、地域の医療技術の向上に寄与した。 よかに、ランの研究を行い、独学で植物学を学び、オーストラリアのランに関して国際的な権威となった。1906年から1932年の間に25編の論文を発表した。5200種以上の種を収集し、施設の栽培園を作り、イギリス、オランダ、アメリカの研究者と交流した。30年間にわたって、アデレードに住む、 植物画家のローザ・ファイブ・アッシュが図を描くことで、ロジャースに協力した。1905年に、南オーストラリア王立協会の会員に選ばれ、1914年には副会長、1920年には会長を務めた。1924年には、リンネ協会の会員にも選ばれた。ロジャースと交流したラン研究家には、オーストラリアの聖職者、ハーマン・ルプや、ウィリアム・ニコルス、 ドイツの植物学者、ルドルフ・シュレクターらがいる。ンの種、テレスタイリス・ラジャーサイ、イーコールマンとプラシフィラム・ラジャーサイ・ルップに懸命、されている。R.S. ロジャースは、植物の学名で命名者を示す場合に、リチャード・サンダース・ロジャーズを示すのに使われる。ありがとうございます。